管理の基金とは、1230年から1231年に発生した大基金。鎌倉時代を通じて最大規模。基金が生じた前後の時期は天候不順な年が続いており、国内が疲弊した状態にあった。すでに1229年には、基金を理由に安定から管理への改元が行われている。年号が改まり、翌管理2年に入っても、 天候不順は続き、あずまかによれば、同年6月9日に、美濃こくまき及および、武蔵国くにきで、降雪が記録される異常気象に見舞われた。その後も、長雨と冷夏に見舞われ、7月16日には、早くも走行があり、ほぼ冬のような寒さに陥ったとある。さらに8月6日午後には大洪水、翌々8月8日には、 暴風雨の襲来とその後の強い冷え込みと災害が続き、農作物の収穫に大きな被害をもたらし、草木剥がれ、ひとえに冬雪のごとし、過酷味な損耗と書かれている。一方で、同年の冬は極端な暖冬となり、他の作物の作付けにも影響を与えた。このため、翌年寒気3年の春になると、収穫の遥か前に、 わずかな備蓄穀物を食べ尽くして飢餓に陥る、いわゆる春休の状態となって、各地でが死者が続出し、天下の人種三分の一シスとまで語られる規模に至っている。翌年は、冷夏ではなく、晩夏には、飢饉も一服したとの記述もあるが、逆にこの年は、国初年で干ばつに見舞われ、さらに前年の飢饉で食べ尽くしたことによる、種もみ不足がもたらす、作付け不能が、 さらなる悪循環をもたらしていた。この大基金の状況は8月頃まで続き、合社者の死骸が所々に放置されていたという。百連勝には、基金と、原平合戦が重なった1180年の基金以来の基金と記されている。なお、基金の状態は、円王になるまで続いたものと考えられる。藤原定下の日記、赤月記にはその状況が詳しく書かれており、 管理3年9月には、北陸道都市国で協作になったこと、翌7月には合社の支臭が低下の邸宅にまで及んだこと、また、事故の所領があった、伊勢国でも死者が多数出ていて収入が滞った事情が記されている。特に、京都、鎌倉には、流民が集中し、支柱に合社が満ち溢れた。幕府は備蓄米を放出するとともに、鶴岡八幡宮で、 国土法年の祈祷を行っている。翌1232年、上映への改元が行われた。民衆の中には、不合の家に仕えたり、祭祀や時には自分自身までも売却、失入りしたりするケースも相次ぎ、社会問題化した。対策に苦慮した幕府は1239年に、基金の時の人身売買、失入りは例外的に有効として、 基金終了以後に再び禁止する方針を打ち出したその一方で、飢饉の時に、不合の家に安く買い叩かれた人身売買であったとしても、その身柄を買い戻す際には高くなった現在の価格によるものとした。これは、不合の中には幕府に命令に従って、債務や利息の放棄を行ったり、米などを民衆に放出したものも多数含まれており、幕府に協力して、 民衆救済を行ったことで損失を引き受けた者が困窮する事態を防ぐ意図があったと考えられている。御成敗式目の制定の背景にも大飢饉に伴う社会的混乱があったと言われている。宗教的には、親鸞や道元の活躍した時期と重なっており、特に東国で親鸞が絶対他力を提唱したことについて、阿美野義彦はこうした 神蘭の思想の進化には、越後国から日立国に移った神蘭が、そこで見た大基金の三端たる光景に遭遇したことと深く関わっていると指摘している。千年、北条安時ら鎌倉幕府により、風紀を乱すとして、諸法での石合戦が禁止されていたが、この基金が発生したことにより、神仏の再礼行事としての石合戦を禁じた、 鎌倉幕府のせいであると協力の民衆から不満が起こった。このため安時は石合戦の禁令を緩めた。ありがとうございます。